アルビールの城塞は、イラク、クルィスタン地域のアルビールにある丘、城塞である。何千年にもわたり、アルビールの町の中心となってきた歴史があり、2014年の6月21日に、ユネスコの世界遺産リストに登録された。アルビールの城塞を誰が作ったのかはわかっていない。新石器時代の陶器の破片がい丘から見つかっているが、よりはっきりした証拠としては、 同期時代の陶器の破片が挙げられている。この陶器は、ウバイド文化、ウルク文化に見られるものとの類似性が指摘されており、アルビールには少なくとも、紀元前5000年期から人が暮らしていたと考えられている。このことから、アルビールは、継続的に人が居住し続けている、最も古い街と形容されることがある。紀元前2300年頃のエブラタブレットにて、 アルビールの状態が触れられており、これが文献に残るものとしては最も早いものとなる。その後様々な勢力の支配を受けながら、新アッシリア帝国の時代までには重要な都市として位置づけられるようになった。アッシュルバニパル王は少なくともその知世の一期間にアルビールに宮殿を置いていたようである。そしてローマの時代にはキリスト教の中心地の一つとなっている。 しかし7世紀以降はイスラム教の勢力圏に組み込まれ1258年に6ヶ月に及ぶ牢状の末にモンゴル帝国に城塞を攻め落とされてあとはアルビールは都市としての重要性を低下させていった20世紀に入ると都市構造が劇的に変化し古い街並みや公共施設が次々と破壊されていった城塞の外の街が発展し 裕福なものは、モダンで庭付きの家を求めて、そちらへ移り住み、城塞内の人口も減っていった。2007年には、アルビールを活性化させるための委員会が組織され、城塞の保存、再生に取り組んだ。同年、城塞の再生プロジェクトの一環として一家族を除くすべての住人が、城塞から立ちのかされた。一家族が立ち退きを免れたのは8000年に、 渡り人が住み続けている都市というタイトルを守るための措置である。それ以降は再生事業と並行して様々な国際的な組織と地元の専門家たちによる考古学調査も進んだ。城塞の再生が終わった時には50家族を住まわせる計画が政府により立てられている。丘の上の建造物群は およそ430-340メートルの台の中に広がっており、面積は10万2000平方メートルに及ぶ。現在唯一残っている宗教施設は村エフ,フェンディモスクとなる。丘は周囲の平野よりも25メートルから32メートル高くなっている。オリジナルの土壌は現在の表面から測った36メートル地下に見つかっている。 再生事業の始まる以前は、上西都市は3つの地区に分かれていた。東の地区には、名家が集まり、西には職人たちが暮らしていた。1984年の国勢調査では、住民4466人375個に居住が確認されているが、1995年には1631人247個まで減少していた。 2014年の第38回世界遺産委員会では諮問機関による登録延期勧告を覆して登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。